弟子入りしたらしいじゃない。どうなのよ。ま、それは見てのお楽しみってこと。ふーん、随分と自信があるようね。じゃあ、その修行成果を示すためにもさっさと筆記試験をクリアしなきゃね。筆記試験ってなんだよ。あるから、書いてあるから、中忍試験の注意書き。嘘だろ、修行ばかりやってたから筆記試験の対策なんて立ててねえってばさ。噂によると筆記試験は忍界の歴史が出題されるらしいね。まだ開始まで時間もあるし、復習したらどうかな。つうか、普段から忍界の歴史くらい頭に入れときなさいよね。むむむ。ほら、行くよ、おかげの屋敷。確かこの答えは、これは簡単だってばさ。
この答えはこれは簡単だったクソ親父の問題だよこの問題熱の問題だよお前たちならできるはず精一杯やってそれではこれより中に芸人の皆さんには皆さんは全ての問題それでは確かこの答えは俺は簡単だったらさクソ親父の問題だこの問題歴史の問題だよよくやったぞ、お前たち。筆記試験くらい終わってないってばよしよし、そのいいじゃ。さて、次は二次試験だが、じゃあ少し休憩できるんですね。休憩でも、次の準備、はい。一次試験は結構簡単だったわね。次の試験は、一体何を。そろそろ二次試験が始まる。あとは、そうだ。お前たちなら精一杯やってこい やったな、お前たち。俺らにかかれば当然だってばさ。次はいよいよ第三次試験ね。五掛けが観覧され、その通り。ついにここまで来た。ああ。とりあえず二次試験までご苦労だった。三次試験は日を。はい。
当日は里の…わかってるよ。ただいま。おかえりなさい。あなたが新しい時代の先頭に立つ科学人を使う。二次試験通ったらしいな。うん。よくやったな。次も頑張れよ。じゃあな。それだけ言いに、わざわざ。大事なことだろ、これって。なんだよ、本当にそれだけのために。クソ親父。じゃあ行ってくるってばさ。頑張ってね、お兄ちゃん。後で応援に行くからね。おう。いよいよだな。よし。
遅刻じゃないのね、今日は。この日に遅刻するほどバカじゃね。ボルトが待ちに待った日だもんね。ああ、やってやるってばさ。物おじはしてないようだな。これからは1対1の純粋な勝負。お前たちがどこまでいけるかしっかり見せてもらうからな。これはい。もう知っていると思いますが、三次試験は個人戦です。手の内を知っているチームメイトとも戦うことになるでしょう。ですが、その状況すら打破する力、それをここで示す。ではこれより10人選抜試験第3次。この葉学園渦巻きボルト、あ雲隠れゆるい、ウィース。それではいっはじめ。モノハの忍びとかしょぼしょぼだろ。これで全員で味しちゃうよ。じゃあ味しちゃう。一網打尽ってことだよ。ダセーんだよ。なんでも協力してんじゃねえ。いいんだよ。これで決まりだろ。やってる。ちゃんとの修行を乗り越えたんだ。俺がこんな奴に負けるわけねえ。終わってます。最終的に勝つのは俺だけど。これで決まりだろ。しっかり見せてやるんだってばさ。
悪い、俺の方が雲隠れの忍びをだじっちゃいそうだな。チャライだっけ？ゆるいだ。勝者、この破格で渦巻きボルト。おい、ボルト。どうした？試験は終わってないってのに。いや、ちょっと息抜きしようと思ってさ。そうか。まあ確かに試合は緊張するからな。だが。分かってるってばさ。休憩はもう。そうか。さて、次の対戦相手は同じこの葉が。気をつけていけよ。ではこれより中忍選抜試験。この葉隠れ渦巻きボルト。同じくこの葉隠れ奈良鹿台。両者始め。水！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 
強かったっけ。決めさせてもらうぜ。まいった。よっしゃ。勝者この葉隠れ渦巻き。やった。父ちゃん次もバッチリ勝ってみせ。どういうことだ。これはこの試験では使用禁止のはずだ。リー、渦巻きボルトは失格だ。勝者は奈良歯科大と訂正してくれ。渦巻きボルト、使用禁止リングの違反により。お前は忍者失格だ。行くぞ。今は試験中、説教は後だ。後で説教。父ちゃんに本当にそんな時間があんのかよ。ちゃんと説教されてたら今こんな状況にはなってねえってばさ。そうなんですよ。片付け。ボルト君が優勝できなくて私も誠に残念ですよ。七代、本当は優勝してから発表しようと思っていたん。お集まりの皆様、このボルト君が使っていた科学忍具、失格にはなりましたが、ここまで彼を導いたのは間違いなく片付け。そこで五影様、田里の皆々様にこの素晴らしい科学忍具の逃げろ。一人てめえらな。でかいやつが大筒木錦式、そしてもう一人が大筒木桃式だ。巻物の暗号が解けたのか。ああ、ついさっきな。やつ狙いは分散したチャクラの実、つまりお前の中の美獣。かぐやが残した巻物には奴らがチャクラの実を奪いに来ることが記されている。かぐやが白舌の兵を集めていたのもそれに対応するため。かぐやといい、その実をどうするんだ。タンを錬成するらしい。さよう。これさえあれば不老長寿、怪力乱心、思うがまま。睨みつけておるは下等生物の分際で。どうなさいます。衣を汚したくはなかったが、まあたまには体を動かすのも悪くない。
喜べ下等生物ども、我の手により葬られることをな。サスケ。ああ、カグヤの城でお前を襲ったやつだ。戦闘力はかなりのものだ。気を抜くな。甘い。するな。三を食した我と奴では次元が違うぞ。俺にはまだやらなくてはならないことがある。俺の道は続いている。準備完了だ。下等生物の割に粘る。まあ、もう少し遊んでやるとし。準備完了だ。俺とサスケでお前らを止める。俺とサスケ相手にここまで。とんでもねえやつらだ。粘りますな。うん。ならばこうしよう。どうせこの苗床をきれいに整え直さねばならんか。キツネ、お前は死ぬなよ。
サスケ、あと頼む。わかった。行くぞクラマ。名乗ってねえだろうな。いざなると。ボルトン、よかった、気がついた。ここは君の家だよ。俺の。ひまわりと母ちゃん、みんな。ボルトのお母さんとひまちゃんは病院で治療を受けてる。父ちゃんはどこだよ。七代目はみんなを守って、奴らに連れて行かれたよ。ボルト、なんで俺の父ちゃんがおかげなんだよ。一日中机の前で偉そうにしてるだけだろ。誰でもいいじゃねえか。父ちゃんがガキの頃はおかげのじいちゃんはこの世にもういなかったって言うじゃん。そしたら親子のこの楽しい状況も知らずに住んでたんじゃねえのかな。父ちゃんのダッセー時代とは違うんだよ。ダッセーな。俺、その通りだな。お前は今回の試験で皆に軽蔑された。額当ても取り上げられ、今や忍びですらない。さらに妹は泣き、母は怪我を負い、父はいなくなった。慕ってくれる妹と自分を心配してくれる母がいなけりゃ、かつてのナルトと同じ状況だな。で、どうする？父ちゃんはどうしてきたの？知りたければ直接ナルトに聞け。助けに行くぞ。奴はまだ生きている。
なんでサスケのおっちゃんはこんな俺のこと気にかけてくれんの？お前は本当は強い忍びだ。俺はナルトに負けたが、お前はあいつに勝る男になる。どうしてそんなこと言えんだよ。お前はあいつの息子であり、俺の一番弟子だろ。そして何よりお前はナルトよりウスラトンカチだ。ウスラトンカチ、それって負けず嫌いってことだよ。我らを忘れてもらっては困る。おかげをないがしろにしては五影の名が廃る。すげえ、五影だ。まるでかつてのナルトだな。力が入りそうだ。奴らの元へは俺の輪廻丸を使って移動する。屋敷の上に移動するぞ。